いやあ、さっきの話驚きましたね。フィリア界、一瞬、あのー、驚きすぎて止めちゃいましたけど、再開していきます。うん。はい、アクアマリンさん、こんにちは。あ、こちらも驚きなんですけど、あ,あの、ラトビアのデニス君がフリープログラムのプロ変更らしいです。なるほど。2017年、18年シーズンの歴史曲、ライオンキングのサンタラを使うと、へえ、そうなんだ。これは見てなかったです。 すごいっすね。あの、ワールドであ、あらシンプルのお披露目って、えー、サプライズだけど、えー、ババリアンオープン後に変更を決めたのかな、えー、曲がけ公式練習レポが気になると。ライオンキングなんだ。あ、吉田,吉田花さん、千葉森さんは、えー、初回練習を終えて、えー、時差調整中かなという子ですね。なるほど。という、調子はいいのかなうん。えー、でも、ラトデニー君、ライオンキングに変わるんですね。そんなか、あ、でもなんか、 どんな感じなんだろう楽しそうですね。最近ロマンチックなね、感じの曲が滑ってること多かったんで、おそらく。ライオンキングになるわけか。じゃああの、座ンスピン、座ンスピンもライオンキングでやるのかなはい、楽しみですね。うん。ス呂敷からからさん、こんにちは。かぶくん。小田さんと浜田先生に関しては、小田さんが最後まで若いに動かず、裁判を、えー、最後までやっ でやったのののでで、えー、浜田先生側の暴力も公式否定されていますとうんで。生徒さんや親側,さん親側からの訴えもなく、小田さん側が浜田先生に慰謝料を払う結果となりました。ですから、公式に暴力はなかったになっていますよということですね。うーんね。ねということなんですよね。これ、でも、ねうーん。まあ、これ、公式には、ね、なかったっていう、ね、ことなんですよね。うーん。 はい。えー、よろしくお願いいたします。こんにちは。横滑りの追記ありがとうございます。えか、ー、ぼさん、宇野選手のスリップスライドの後半、鏡の方でした。なるほど。えー、そして、刃先に向かわなくても、体全体でスケートをする滑りが、すべてが美しいです。派手じゃないから、あっとは言わないけど、ゾウにゾクゾクします。多分あのシーンかな思い出しましたね。思い出しました。あのシーンが、だから宇野くんかなり力入れてるということなんですね。なるほど。 はいはいはい。ね楽しみですね。でも、そういうところが羽じゃないから、あっっていうところが、宇野くんの信仰者だと僕は思うんですよ。そういうところでお客さん引き込んでいくっていうのがね、ねあると思うんで、楽しみでございますね。うん。まあ、勝負も楽しみだけど、表現も楽しみ。表現っていうところを、やっぱり見たいんでね。うん、どっちも楽しみですね。うん。まあ、今持っている全ての力を、もう集約して、 行くと世界成績が思いますので、まあ、かなりも力入れてやってるやるんじゃないかなと思うんで楽しみですよね。うん。はい、ありがとうございました。